40年間描き続けている会津若松市の男性をご紹介します。男性が生み出した墨の世界は海外でも評価されるまでになりました。天地創生、今年5月2017評論家推薦作家大賞に選ばれた作品です。墨の濃淡を生かして立体感を持たせ、幻想的な世界を表現しています。描いたのは会津若松市の大久保太英さん76歳です。書道の枠を超え、墨で美を追求する水墨画を墨匠と言いますが、大久保さんは自らの作品を墨僧と名付けました。自分の世界を描いてんだから、自分の世界でもってじゃあ作り上げていこうっていうのが墨僧家という一つの形。大久保さんが使う和紙の画線紙は非常に薄く、そのよじれによって独特な黒い線が生まれます。その中には予想できるにじみもありますが、多くは和紙の繊維に墨と水が触れて偶然生まれるにじみと模様で、墨の調合によって有限の世界が表現できるのです。書くには書くだけのその人物の頭にあるんだけど、こういうふうに書くのがいいなと、こういうふうに書くのがいい、あとは全部偶然です。大久保さんは1940年旧会津本郷町に生まれました。趣味として本格的に書道を始めたのは32歳の時で、
35歳の時、自由に描く牧草に出会い、牧草という独自の作風を開拓しました。本業は指圧師で、自宅を兼ねた治療院や市内の温泉旅館などで50年以上指圧を続けています。この日は常連の一人の幼馴染が指圧を受けていました。ここへ来るたんで疲れいっぱい持ってきて、みんな抜いてもらうんです。楽になりました。親指がものすごく効いてね、背中に押したのが腹の辺を響くぐらいですね。これでね、みんな意味取ってるんですよ、相手の方。それで痛い思い、軽いとかね、それでもって、あ、ポイントに入ってるな、入ってないなって。大久保さんの牧草について幼馴染は、なんか努力家ですね。我々にない才能を持ってますよね。素晴らしいです。もう私らの誇りですよ。指圧の決め手となる親指、実はこの親指が創作活動でも生かされていました。指圧の時のその指の感覚が、それが紙に書いた時に、ここまでやれば切れるなって、ここまでやれれば大丈夫だなっていうのが、一瞬に指圧でやっているその感覚の強さが紙にその偶然に出る時っていうのがあるような気がしますよ。大久保さんが創作を始めて40年、その良き理解者が妻の智子さんです。作品が完成するとまず見てもらい、創作で悩む日には智子さんが、小さくても大作を描きなさいと励まし続けてきたといいます。まあ厳しい不安って感じですね。作品本当にね、だんだんとほら変化してきて、最初とまあだいぶこう変わってきて、それ見るのも楽しみだし、怖い人です。本当に怖い。怖いんだけども優しい。50年経ってもそうなんです。そう。作品は国内だけでなく、ヨーロッパなど海外の展覧会にも出品してきました。その訳は、すずり、すみ、紙、筆と、これは中国と日本しかない、欧米にはないんです。あ、これを書いたやつを向こうの人に見てもらって、どんな評価を得るかなっていうのが始まりなんです。今年の7月にはイギリス・ロンドンで開かれた日本の作家による美術展、ディスカバー・ザ・ワン・ジャパニーズ・アート最高の1枚を発掘しろ2017で106点の中から最高のグランプリを受賞しました。それがこの日はまた昇るです。富士山と磐梯山の背後から光り輝く太陽が昇るイメージで、雄大な自然に秘められた無限のエネルギーを感じさせます。大久保さんは去年10月に金婚式を迎えた記念にと、夫婦でロンドンの展覧会会場を訪ねました。牧草という一つのね、炭で作られている世界を非常にね、その紹介してくださって、本当に私はね、びっくりしたのと嬉しいです、心から。自分の心を磨くため創作し続けてきたという大久保さん、これからはより一層ここから淡泊の世界を発信して、まだ命あるみたいだから書けるから、まだ今挑戦したいなっていうのがね、嬉しい心のこれからの課題だと思います。魂を込め、牧草という新たな炭の世界を生み出した大久保さん。日本ならではの美を会津から世界に伝えています。いや、
指で感じる経験とその偶然のバランスであれだけの奥行き、本当に趣がありますね。あの偶然という言葉をおっしゃっていましたけれども、はい、その一期一会の偶然を引き出すために筆使いを鍛えてあるだったりとか、あるいは墨の濃さを決める、そういう下準備、はい、そういう必然があって生まれてくるものですから、いや本当奥が深いですね。そうですね。大久保さんの使ってらっしゃる筆、今も映ってましたけども、オリジナルで太筆を5本ほど並べて固定した自作のものなんだそうですね。その世界もさることながら道具もオリジナルなんですね。心のこれからの課題という言葉も大変印象に残りました。